とりあえずでもナビ組だからいっぱいつけてもらったから新しいワールドもいけんじゃないかな。お、シドがいる。じゃあ話してみよう。おう、早速来やがったな。見ての通り俺の本業はグミブロックやってわけだ。お前らのグミ尻尾いじってたらなんかこううずうずしてきてな。ま、お前らには特別に負けとくからよろしく頼むぜ。コメットグミをもらったね。何、遠慮はいらねえぜ。開店記念にケーキ漬けってやつだ。回転してんのこれ。お、お前らまたナビゲーション組を持ってるな。もちろんセットするだろ。頼む。うん、どうやらこいつも2つで1組らしいな。また2つ揃えなきゃならねえみたいだぜ。じゃあ他のとこも行かなきゃダメか。じゃあちょっと新しいワールド行ってみよう。次はどこのワールドが解放されたんだろう。オリンポスコロシアムで大会が開かれてるらしいよ。勝ち抜くとすごいものがもらえるらしいよ。オリンポス行ってみるか。したらもうあの会場は大丈夫になったのかな。お、ヘラクレスいるじゃん。ソラも大会に参加するんだろ。君との対戦を楽しみにしているよ。え、ヘラクレスとも戦うの。あ、いるいるいる。大会のルールはちゃんと確認したか。全然確認してないけど。フィルカップ、はい。普通にチャレンジ。なんかいいものもらえんのかな。どんな大会なんだろう。まあね、いろいろターザンとこ行ったりとかして結構強くなってるはずだから俺は。ほら、一発だよ一発。オッケーオッケー。必殺技ももう今持ってるしね。余裕余裕。簡単だね。何戦ぐらいあるんだろう。また5、6戦ぐらいあるのかな。今8位か。まだまだありそうだな。オッケー。どうよどうよ。でもすぐ終わるね、一発だから。ほい、オッケー。7位。やっぱそうだね、これボスの足じゃないの。なんかでもあれだわ、やっぱり。やっぱこれはあれだね、7位だからどんどん1位に上げるっていうことだから、まだあと今これ含めて7戦、結構あるな。次6位か。オッケーオッケー。一発だよ。ほらほらほら、ちょ、まとめて倒したい。オッケーオッケーオッケー。あとはほら、オッケー。次が5位。おー、ここでデブチンが来るって感じか。唯一1回じゃ倒せなさそうだな。あ、待って、寝てたぞ今。チャンスがあるぞ。いけいけいけ、もうお前だけだ。頑張れ。ちょっとドナルドとグーフィーも攻撃強くなってきてるぞ。オッケー。次が4位。あ、手があるね。なんか1位はこの手のやつの完成形と戦いそうだな。ほい、よし。でも手もそんな強くないな。すぐ壊れたわ。てか相変わらずハートレスのエントリーを受け付けてるんだな。お、デブチンが2人だ。オッケーオッケー。これケアルのさやつを先に倒してからじゃないと多分デブチン回復しちゃうな。オッケーオッケー。お、グーフィーがレベル上がった。あとはこのデブチン2人。ちょっと待って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 。あ、まだいるじゃん。ほい、よし、オッケーオッケーオッケー。デブチンも1体ぐらい倒したい。先に飛んできそうだな。あ、待って、もう1体だ。ドナルドとグーフィーで頑張って倒してる。えらいぞ。次が2位か。オッケーオッケーオッケー。よーし、これオッケーオッケーオッケー。1体1体ずつまずはこの猿を倒して、足も壊せるかな。痛い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 。次が多分1位戦だから、なんかソニックとかさ必殺技それ使って倒していくか。オッケーオッケーオッケー。あと足1個。よし、いけるいける。あ、まだ猿が1匹残ってる。いけ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 。オッケー。お、来た、体か。オッケー。ちょっと待って待って待って。あ、そういえばさ、アイテムあれだな。お、待って、体のやつもう倒した。アイテム使わず倒せそうだし、ケアルもあるから回復量めっちゃ多いな今回。お前がラストだ。オッケー。これで優勝じゃないの。てかヘラクレスと戦わなかったね。俺たち一番。イエーイ。星の力を手に入れた。グラビデ。あ、魔法が手に入ったんだ。まさか優勝しちまうとは。とりあえず褒めてやる。フィルは相変わらず頑固だな。本当は嬉しいくせに。
バカを言うな。いいか、ソラ。こんなのはまだまだ序の口にすぎん。しばらくしたら次の大会が開かれる。ここからが本番だ。気を引き締めていけよ。もう大会はないのかな？これ宝箱開けていい？開けられない。あ、大会の優勝商品なのかな？じゃあとりあえず次の場所行くか。また新しいワールドあったもんな。じゃあここだね。ワープホール。違う世界線に行くって感じなのかな？さあ、新しいマップ来たね。アグラバーだって。お、ジャファーだっけ。ハートレスどもに探らせておる。焦らずとも直に見つかるであろう。あ、マレフィセントが知ってるわけじゃないんだ。片方だが、ヴィランの人たちも探してるんだね。ジャファー、チートも見つからないぜ。どこ行っちまったんだよ、ジャスミンは。相変わらずわがままな姫君だ。そうだ、このヴィランたちはさ、姫様たちも探してる姿だな。古い町でね、ネズミが隠れる穴も多いのだ。しかしマレフィセント、なぜジャスミン姫を。そうだ、なんでプリンセスたちを集めてんだろう。姫などいなくとも、鍵穴さえ見つければこの世界も我らのものだろう。すごいヒゲだな。開くにはプリンセスが必要なのだ。七人のプリンセスが。あ、それでプリンセスを集めてるんだ。そういうことならわしとて協力は惜しまぬ。あれ、お前たち早く姫を連れしろ。うわ、新しいハートレスだ。闇の力に染まらぬよう気をつけ。出ないといずれハートレスに飲み込まれるよ。このジャファーはそれほど愚か者ではない。あ、ジャスミンいるじゃん、ここに。逃げてるんだ。やばい、早速来た。よしよし、ちょっとなんかハートレス強くなってるか。経験値ももらえる量は多いしいけどさ。はいはい、オッケーオッケー。この奥は行けないのかな、まだ。まだ行けないっぽいな。じゃあ、ちょっとさっきこっち側にいたよな、ジャスミンが。ここは、なんだこれ。どっか行けるな。あ、緑の宝箱だ。チョキグミ、あ、グミじゃん。なんだこれ。魔法の絨毯じゃない？オッケーオッケーオッケー。あ、どっか行っちゃった、でも。絨毯は砂漠の方に飛んでいったみたいだけど、もっと街を調べてみようよ。砂漠の方もね、探さないと。ラストエクサリー。一番最高級のやつじゃない？じゃあちょっともうちょい探してみるか。この奥はまだ。うわ、やばいやばい。ハートレスだった。びっくりした。次はこの左側行ってみっか。ハートレスいる。はいはい。2回で倒せるね。裏路地か、こっちは。アラジンとかにまだ会えないのかな？あ、ジャスミンだ。隠れてる隠れてる。アラジンより先に会えるんだ。私はジャスミン、このアグラバーを治める王の娘。ってことはお姫様だ。けれどこの町は今やジャファーのもの。ジャファー？あなたたち知らないの？大事のジャファーが邪悪な魔力を手に入れアグラバーを支配したのよ。彼は何かを探してるみたい。鍵穴とか言ってたわ。私逃げ出そうとしたけど見つかって、危ないところを彼に助けられて。彼？この先の家に隠れてたんだけど、彼用があるって出て行ったきり帰ってこないから心配になって。彼にアラジに何かあったんじゃないかしら。やばい、それはどこのドブネズミですか。ジャファーの声じゃないこれ。ああ、見つかった。ジャスミン姫、あなた様にはこれなんか王宮の神官なんだっけ、ジャファーって。もっとふさわしい人間も。はい、自分のこととか言うんじゃないの。え、もうジャファーと戦うの？お前が鍵を待つ少年。あ、やばい、ジャファーに追いかけられる。ちょ、早く倒そう。オッケー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 。はいはい、よし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 。ちょっと早速追かけよう。あー、なんか荷物がある。ジニーとかいないの？これはなんか解除できそうだね。あ、どっか扉が解除できた。どこの扉？でもこれ飛んで上行けるのかな。はいはい、
オッケーオッケー、いけたいけた。あ、待ってよ、ここの鍵じゃない？ここなんか開いてない？あ、開いてる開いてる。危ない危ない危ない。オッケーオッケーオッケー、忙しいな。けどこれでそっちも行けるって感じか。はい、オッケー。今さらもう驚かんよ。これはアラジンの家。あ、さっきハテナだったよな、ここ。ここにアラジンいる？これは？あ、ここにも鍵穴あんじゃん。はい。どこかで扉が開いた。どこだ？ちょっと大通り戻ってみよう。どっか扉閉まってたところなんてあったっけ？じゃあちょっと砂漠こっちの方も行ってみっか。なんかある？あ、魔法の絨毯だ。乗っていいよって感じかな。オッケーオッケー、乗せてくれ。どこかへ連れて行きたいのかな。絨毯に乗ってみる。乗ってみよう。アラジンのとこにいるんじゃないのか。あ、待って、アラジンがやばい、助けないと。あ、待って、無理かも。わあ、いっぱい出てきた。ハートレスも、一回ハートレス倒しちゃうか。多分かなりの数出てくる予感がする。しかも夜になってる、いつの間にか。はいはい、オッケーオッケーオッケー。あとはこいつ一体か。よしよしよし、倒したぞ。あ、待って、お猿さんがいないぞ。出てこれるじゃん、自分で。ジニーじゃない？こいつら追っ払え。魔法って3回しか使えないんじゃなかったっけ？ジニーだ。了解了解、一つ目の願いだな。強っ、無敵じゃん。そうか。助かったよ、ソラ。アラジン、どうして砂漠なんかに？砂漠の先に魔法の洞窟があってね。素足熱くないのかな。伝説の宝を探してたんだ。伝説の宝？キーブレードじゃない？空飛ぶ絨毯とこのランプさ。この魔法のランプを手に入れた者はランプの魔人に。はいはいはい、はい、何を隠そう。出てきてる。ジニーちゃんです。ランプをアラと参上、何でも願いを叶えます。今回のラッキーさんはこのアラジン様。はい、ご当選おめでとう。世話しないな。おっと、ダメダメ、人の話は最後まで聞かなきゃ。ただし願いは3つまで。3人もいるわ。今消える。グッバイ、さよなら。はい、それまで。一つ目の願いはさっき使ったから。もっと大事なことに使えばいいのにね。残る願いはあと2つ。ではでは、アラジン君、次なる願いとは。この世界を救ってとかでいいのに。めっちゃ楽じゃない？僕を大金持ちの王子に。わお、地位にお金、実にシンプル、素晴らしい。よろしい、すぐに用意しましょう。100人の家来に100頭の黄金のラクダ。あなたの合図一つで30分以内にお届けします。ご一緒にドリンクはいかがですか？いらない。あら、そう。願いを叶えるのは今すぐじゃない、アグラバーに帰ってからでいいんだ。なんで王子なの？アグラバーにいるジャスミンと、そのちゃんと話がしたくてね。なんだって向こうはお姫様だから、今の僕じゃ相手にしてもらえないよ。いいお家柄とかじゃないのかな、アラジンは。いっけね、ジャスミンが大変なんだった。そうだ、助けに行かないと。よし、ソラ、一緒に行こう。今回はグーフィー連れてっか。オッケー。久しぶりの外はいいね。自分では外に出られないってこと？どこ向かってんだろう。でもそれがジーニーの宿命さ。こうしていられるのも今のうちだけ。3つの願いを叶えたら、また暗くて狭いランプの中、次に出られるのは100年先か200年先か。だいぶ辛いな。それは出てきた時はあんだけ騒ぐわな。僕の最後の願いで君をランプから解放できるかな。それ本当？あ、約束するよ。ジャスミンを助けてからね。さあ、アラジンが味方になる。あ、なんかデブチンが、ちょっと年取ったデブチンになってる。強いかも。あ、火吐く、火吐く。待って待って待って、早めに倒そう。こんな狭いところでデブいたら。あ、オッケーオッケーオッケー。
いいよいいよ。他にはいた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 。ジャスミンでもどこ連れてかれたんだろう。こっちの奥から行くしかないって感じかな。さっきはここ行けなかったのにな。行けるようになってるわ。でこっちからこれだ、これを使っていくと。ここからちょっと上伝ってみるか。はい。あーダメだ、多分どこも行けなさそうだな。これ上登れないしな。アラジンの家行ってみる一回。はい、なるほど。ジャファーの狙いはジャスミンとその鍵穴とかいうやつか。鍵穴か、前にどこかでそんな話を聞いたような。どこどこどこでどこだったかな。もう200年ばっかり前のことだからな。鍵穴って200年も前からあんの。アラジン、とにかくジャファーを止めないと大変なことになる。確かにな。じゃあ一回また大通りに戻るか。はい。どっか行けるとこ増えてる。あ、こっから行けるかも。もっと奥行けるわ。これはまたここを伝ってって感じか。オッケーオッケー。危ない。で高いとこ来て、こっちか。はい。オッケーオッケー。でここの鍵穴を開けると、またどっかの扉が開いたね。じゃあ戻ってみるか。なんか開いた場所があったもんな。これさ、でも確かここ降りてすぐのところじゃなかった？あ、そうだそうだ、この正面だ。はい、オッケーオッケー。こっちこっち。あ、いたいたいた、捕まってる。助けに行くぞ。やめておけ。あくまでもこのわしに立てつくのか。気づいた、もう来てるの。愚かなる振る舞いはジャスミン姫もお喜びになるまいぞ。ジャスミン、ごめんなさい、アラジン。助けないと。ジャスミン、助けてくれよ。お安い御用だ。これで二つ目の願いだぞ。やばい、もう二つだよ。二つ目はそこでキャンセルだ。なんで？あ、ランプ取られた。やばい、ジャファーにランプは当たっちゃった。スプーンの中に閉じ込められたんだけど。あ、ではドブネズミの諸君、ごきげんよう。ハートレスに連れてかれる。うっ、消えちゃった。何やってんだよアラジン。なんか新しいハートレス出てんな。なになに、待って待って、なんか合体しないこいつら。あ、違う、壺の中にいるんだジャスミンが。どれどれ、ちょっと待って待って、どうやって壊すの。この必殺技でいけるか。ちょっと待って、逃げるな逃げるな。おい、待て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 、逃げるな逃げるな逃げるな。これ削れてるか。よし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 、アラジンって呼んでるジャスミンが。ちょっと待て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 、どこまで逃げんだお前。行くぞ行くぞ行くぞ。オッケーオッケー。だいぶ HP 削れてる敵の。ここがラストだ。よし、オッケー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 。これでジャスミン出てくるかな。オーバーレイ。お、あれジャスミンいないじゃん。どこにいんだ。砂漠へ急ごう。連れて帰ったのか。